絶望に満ちた極解説。はっちまるよ。随分遅くなってしまってごめんね。何もサボっていたわけじゃないんだぜ。ソーマには本編の他に公式サイトで見れるアイテムドキュメンテーションと、イマゴスフィルムズと協力して作ったトランスミッションという映像作品があるんだよ。その中で重要なトランスミッションを翻訳していたため、こんなに遅れてしまったんだぜ。もちろん全編英語なので、理解するのが大変という人もいるでしょう。というわけで、ガバガバ翻訳を配布したいと思う。概要欄に URL を貼っておくから、よかったら見てみてね。映像作品へのリンクと公式サイトへのリンクも貼っておくので、時間があれば、チェックしてみてね。一つ注意事項。私の翻訳ファイルをダウンロードしたら、必ずウイルスチェックをしてね。一応ウイルス対策ソフトを入れているけど、万が一感染しているかもしれない。ネットでファイルをダウンロードするときは、忘れずにウイルスチェックする習慣をつけようね。前置きが長くなってしまったが、ここからは極解説に移りたいと思うぜ。まずはお品書き。これらのことについて解説していこうと思うんだが、どうしても話が前後してしまうと思う。またゲーム本編以外で仕入れた情報を使って解説していくことも許してね。個人的にゲーム外の情報を入れるか悩んだんだが、まあ入れちゃっていいでしょってことでやっていくぜ。では簡単に相馬の本筋をおさらいしよう。だいたいこんな感じだな。本当に大変な道のりだったね。では、まず最初にサイモン君の疑問点を解説してみよう。ここではサイモン君がなぜウプシロンで目覚めたのかを考えていこう。これにはトランスミッションが深く関わってくるので、そちらも同時に解説するぜ。サイモン君の最大の疑問点は、どのようにしてウプシロンで目覚めたかだと思う。これを解説しているのがトランスミッションになるぜ。知っての通り、サイモン君の体は、イモジェン・リードの肉体でできている。彼女がどのようにしてウプシロンへたどり着いたか話していこう。イモジェン、リードはキャサリンとバイベリアムについて調べていた。バイベリアムとは後に解説するアークのプロトタイプ。ワウが作成したものだね。そこで複製された自分の姿を見てしまう。この出来事で彼女はアークに対して疑問を持つようになるよ。決定的だったのはキャサリンがリードをスキャンした時。映像の中ではプロトタイプっぽい、スキャン装置に繋がれたリードが映る。彼女はスキャン中に痙攣を起こしてしまう。不完全なデータと悪夢を見る後遺症が残った。リードのブラックボックスが故障していたことと、アークに懐疑的な態度だったことが原因として挙げられる。彼女はそのことからキャサリンと疎遠になる。またアークに対して完全に否定的になった。シータからラムダへ移ったのも、表向きは物資の回収のため。本当はキャサリンやアークやそれに熱狂する人たちから離れたかったから。彼女はアダム、ゴラスキーと共にラムダで回収任務に当たる。ゴラスキーはデルタで沈没船と通信した時に出てくる人物だな。モッキンバードになっていたけどね。話を元に戻すと、回収作業中にモッキンバードを発見する。もともとゴラスキーはおかしくなったロボット調査のため、オミクロンからシータへ来ていた。負傷しながらモッキンバードを停止。そんな風に任務をこなしていたら追加の人員がやってくる。本編で死体を確認できるのはバネッサ、ハートくらいだろうか。シータ脱出直後、海底にある死体だね。そんな中警報が鳴り響く。ラムダ全体のストラクチャーゲルの圧力が上がっていて、崩壊の可能性が高まっていた。リードはワウのせいだと確信するが、同僚は疑っていた。その時ゴラスキーはストラクチャーゲルを上演していた。まるでイカーズのように。最初は隠していたが後にバレた模様。バレてからも監禁等はされていなかったようだ。仲間との談笑中、破滅への序章が始まる。圧力が上がったパイプのネジが吹き飛び、仲間の頭を直撃。これはおそらくワウが意図的にやったものだと思われる。治療の甲斐なく仲間は死亡。その死体がワウに操られ、また仲間を襲う。ワウの仕業だと気づき、脱出を図る。しかし時すでに遅し。ゴラスキーも完全におかしくなり、リードを襲うも返り討ち。一人ずつ仲間が減っていき、
最後に残ったのは、リードとハートだった。ハートはなんとか海底を歩いてシータへ到着。この時の様子がシータの端末に残されているね。リードの方はワウを殺すためウプシロンへ向かう。電力からワウをバイパスしようとするが、それはシステムから拒絶された。リードが取った最終手段は発電を止めること。電力が停止し、酸素がなくなっていく。命と引き換えにワウを道連れにした。最後に流れる走馬灯のような映像は、アークでゴラスキーと恋人同士になっているところだった。しかしリードの死は完全な無駄になった。予備電源が作動し、ワウから電力を奪うことはできなかったのだ。これがトランスミッションの内容を簡潔にまとめたものだぜ。簡潔かはともかくリードの死体が、ウプシロンにあった理由はわかったね。ちなみにアイテムドキュメンテーションの方で、ゴラスキーが自分のモッキンバードと会話するものがあるので、よかったら見てね。リードは潜水服を着ていたんだけど、その潜水服の内部はストラクチャーゲルが大量に付着していた。元の持ち主がワウに操られた死体だったからな。潜水服には電池パックがあったので、これでサイモン君が生まれる条件、肉体、皮質チップ、ゲル、電流を満たしているね。まだ謎は残るんだけどあげるなら、この辺だろうか。もうこのレベルになるとご想像にお任せしますって感じだね。レガシースキャンだからデータがウプシロンにあるのは問題ない。パイロットシートを通して、データが移ったのも納得できる。問題はワウがやったかってことだね。おそらくイエスなんだと思うんだけど、確証がない。その辺はみんな好きに解釈しましょうね。これは果たして解説と言えるのだろうか。では次にキャサリンについて考えてみよう。生前の彼女については、ゲーム中で多く語られていない。人付き合いが苦手だったことと、アークのせいで自殺者が出て悩んでいたことくらいかな。ここではキャサリンのコピーの方について考えていくのと、イモジェン、リードと付き合っていたのか、ということを考えていきたい。来ましたわー。っていう気分になれないくらいこのゲームは重たい。ここからの話は根拠がない推測だぜ。確証はないので、こう思うってのがあったら教えてね。まずキャサリンはモッキンバードなんじゃないかって思っているぜ。で、話が前後して申し訳ないんだけど、ここでモッキンバードについて解説したい。モッキンバードとはワウが盗んだスキャンデータをロボットに移植したもの。実在の人物の人格を持ったロボットとも言えるね。特徴として挙げられるのは、自分を人間だと思っている。身体的感覚が現実と乖離している。自分が人間じゃないと指摘されたり、その事実を突きつけられると激高する。いずれ自分の置かれた状況を把握して発狂する。こんなところだろうか。一つずつ見ていこう。まずは自分を人間だと思っている。これはカール君やシータの門の前にいたロビン、他のモッキンバードたちに共通しているな。次は身体的感覚が現実と乖離している点。カール君が自分を大怪我していると感じたり、ロボットの手を動かしているのに、それを人間の手だと感じたり、自分をごまかすかのように、現実をねじ曲げて解釈しているな。アイテムドキュメンテーションの映像から引用すると、ゴラスキーのモッキンバードにリードがとある質問をする。ゴラスキーの身長は180センチ。モッキンバードは床に突っ伏している。立ち上がってこの机の上にあるクリップを数えてくれと頼む。ゴラスキーは立ち上がっているつもりだが当然見えない。現実と主観が相違していることに気づくと、激高して、録画が中止される。自分が人間じゃない現実を受け入れられない。ってのにも繋がってくるな。カール君もゴラスキーもサイモン君とかの指摘を真面目に受け止めなかった。もし気づいてしまったら、ダンバットのように発狂するんだろうな。とまあ、いろいろと特徴を言ってきたけど、わかりやすかっただろうか。ここで話をキャサリンに戻そう。最初に出会った姿を覚えているかな？ワウに侵食された機械に入っていたよな。おそらくキャサリンは隕石衝突後アークへ向かうまで、シータから出ていないと思うんだよ。他の基地からシータへ避難することはあったけど、そんな状況でシータの外へ出る意味がない。一応デルタ付近の調査をしていたみたいだけど、キャサリンはアークの開発にかかりっきりだったと思う。
だからキャサリンのデータがあそこにあるのはおかしい。ネットワークか物流を通して送ったのかもしれないけど、そうする意味がない。ロマンチックな考え方としては、リードがアークを嫌っていたのにもかかわらず、キャサリンを忘れられず、こっそりデータを持ってきたって考え方。おそらくないとは思うけどね。そうするとモッキンバードと考えるのが自然ではないだろうか。サイモン君もモッキンバードかもしれないね。ではなぜ二人は正気を保っていられたのか。キャサリンはアークの開発者だったってのが大きいだろうね。自分の置かれた状況を冷静に判断できたんだろうな。ただしアークに自分のコピーがすでにある可能性は考えなかったのかも。最後のアークへのアップロードは上書きする形で行われたのかもな。キャサリンはもともと人間であることに特別な感情を持っていなかった。さらに身体的制約を実感しないと言っているな。これはモッキンバードの特徴でもあるね。スキャンされた人間が仮想空間で感じる感覚とも言えるかも。さらに人間であるという実感もあるみたい。これらはオミクロンのアネックスでの会話で述べられているぜ。サイモン君が発狂しなかったのは動けたからってのも大きいと思う。他のモッキンバードは皆動けない状態だったんだよな。ダンバットだけは動けたけど、拘束されていたね。しかも視界があるため、自分以外誰もいないことに気づく。だんだんと自分の置かれた状況を理解するのはすごい恐怖だろうね。人間の肉体がないと安定性に欠けるともキャサリンは言ってたな。でも一番大きいのはお互い相棒がいたからだと思う。他者と意思疎通できたから、サイモン君は人間でないことを乗り越えられたんだと思う。このように考えてみました。どうもワウはモッキンバードを支配しなかったんだよな。どれもきちんと人格があったんだよね。そういうわけで、キャサリンとサイモン君は、モッキンバードと考えたぜ。では次のリードとキャサリンは恋人同士だったのか。リードはトランスミッションの最後で、ゴラスキーと恋人になっている幻想を見ているんだよな。だからヘテロかばい。キャサリンの方は友人として好きだったのかどうかが描かれていない。だから好きなように解釈してほしい。私はサイモン君とキャサリンは、アークで恋人になってほしいなって思うぜ。じゃあ私は二人は付き合っていたって方で。今回で終わりにしようと思っていたんだけど、思った以上に時間がかかるな。極解説はパートを分けようと思うよ。あと年表を作ろうかとも思ったんだけど、大変すぎる割に、得られるバックがないに等しい。大体のことは本編で言ってしまったからね。ということで、もう1パート極解説を上げて、それでも考察の余地があれば、考察パートを作成しようと思うぜ。この動画すっごく作るのが疲れるんだけど、見る方も疲れると思う。次回までゆっくり休んでおいてね。次回はアークとアウトストラクチャーゲルとヨハンロスト敵について、解説していくよ。では今回はここまで。またね。